ト級小川翔 VS 健太。この試合はライト級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。さて第2試合ライト級の試合が行われます。3分3ラウンドです。左が健太、そして右が小川です。ランキング小川が5位で、そして健太が8位という形になります。今後のライト級戦線を占う意味でも重要な一戦です。さて放送席には先ほどまでの宮城大輝さん、そして一馬選手に加えまして、ここからはブラックパンサーベイノア選手に加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあライト級、これは宮城さん楽しみな一戦ですね、はい、そうですね、まあ、今流行りのこうカウンターのキックボクサーというよりかはもう本当に地道に蹴ってどつき合いする選手だなのマッチメイクかなと思います、ね、そうなんですよね、はい、ですから、まあ、言い方変えるとちょっと古風と言いますかね。そうですね、はい、ベーシックな戦いをする両者です。まあ、本当に一馬さん、はい、小川なんかもタフですよね。そうですね、実はクラッシュ時代に1回戦ってることがあって。あ、そうですか。ローキックが硬いんですよ、小川選手。すねの深い部分で蹴ってくるんで、これもらい続けたら健太選手きついんで、ミドルしっかり蹴ってきたいですね。なるほど。さあローから入ってきます健太です。緑のトランクスを履いていますケンタ。インローから攻める、まあ、試合は必ず面白くなると言われているケンタです。ここまで4連勝、勢いに乗っているケンタが先に仕掛けていくロー、ミドルローキック。ベイノワさん、いかがですかこのケンタのローキック。いや、いいですね、いい音鳴ってますよね。でもお互いに当たってますね、はい。あ、今度は小川ローキック、ファイアーキック、腕を蹴っていきます。ナイス。いや、宮城さん、本当に期待通りのゴツゴツした展開に序盤からなってますね。そうですね。さっき小川翔選手 この左ミドルに対して、はい、健太選手が右の奥足のローキックを返したりするとなかなか蹴りづらくなるんですよね、はいはい。なんでああいうのを入れていくとお互い蹴りづらくなるんで、うん、蹴り開始ですね。蹴られた後に何かアクションすると、はい、また展開変わると思います。なるほど。ミドルキックを出しました小川。非常にすねが硬いという話が先ほど一馬さんからもありました。そうですね、カットもうまいですよね小川選手。そうですか。痛いところでカットしてるんで、うん、健太選手痛いと思いますね。これ蹴ってる方もですからこうたまらないと言いますかね。そうですね、深い分でカットしてますね。あとは一馬さん、非常にタフですから蹴ってる相手もだんだんこう嫌になるというかね。ガードも硬いんですよね、はい、やっぱプレッシャーも強いんで、この1ラウンドの戦い方で2ラウンド目どうなっていくかっていうのは主導権争い注目したいですね。そうですね、左ミドルを出しました小川。これですね、はい、今度は大輝さんが言ってたこれですね。左フック健太、蹴り足を掴んで左フック出しました小川。どっちもこう硬いって感じしますよね、全部音がパンチもローも一発一発打ってる感じ で、ね、お互い飛び込みの左フックが得意なんで、はい、下に意識して見てますよね。残り30秒を切りました。非常にゴツゴツとした戦いです。いや、ベイノワさん、ライト級の音とは思えない重たいですよ ね武骨なって感じですよね、本当にベイノワさんもね、極真の方ですから、こういう戦いっていうのはかなり好みじゃないですか。そうですね、ほんと下段回し蹴りの蹴り合いって感じですよね、あ、ここでゴング、第1ラウンドが終了。なんという男臭い戦いでしょうか。噛み合いますね、噛み合ってますね、似た者同士ですね。はい、さあそれでは1ラウンドの印象を伺いましょう。似た者同士の対戦ですが、あ、じゃあベイノワさん、いかがですか。いや、まあ本当に似た者同士でまだ大きな差はないっていう感じだと思うんですけど、はい、蹴って蹴って様子、まあ、様子見てってこともないですけど、もう本当お互いの蹴りとパンチの音が会場中に響いてるっていうような感じでしたね。そうですね、どっちが先にクリーンヒットするかっていう感じでもあると思いますし、うん、どっちのローで削れてくるかって感じだと思いますし。一馬さん、いかがでしょうか。そうですね、痛いですね、見ててやっぱ、まあ、健太選手結構いいタイミングで右ストレートも打ってきてるんで、はい、2ラウンド目 もっとどんどん右ストレートを出していっていいと思いますね。あ、宮城さん、また2ラウンドもタフな戦いになりそうですね、はい、そうですね、でも健太選手の踏み込みに対しては小川選手が前足の
はい、インローを返してちょっとバランス崩れる部分があったんで、はい、後半結構響いてくると思いますね。あ、インローから来ました小川です。白いトランクスの小川翔、ハイキック、すごいな音が。いやベイノワさん、ローから今度ハイ来ましたね。来ましたね、ほんと硬い、硬いのソースより全部、うん、いやそうなんですよね、パンチもキックも、さっきブロックも硬いって言ってたじゃないですか、はい、でまさに今このケイタ選手のローをちょこちょこカットしてて、はい、ああいうのやられるとやっぱり蹴りたくなくなってくるんですよね。ああ、そういうもんですか。はい、この小川選手のカットが、はい、やっぱりその辺はね、なんですけど、うん、ちょっと攻撃チックなというか、まあ、カズマさんもねおっしゃってましたけど、本当に硬いこの小川です。硬いですね、ケンタ選手徐々にミドルにシフトしていってるんで、はい、ローじゃなくてミドルだったりとかパンチにシフトしてますね。さっきの左ミドルいいですか。そうですね、ケンタ選手もともとミドルがうまいんで、はい、どんどん出していったらローキックまたなくなってくると思いますね。はい、コンビネーション出してきます。ハイキックもらったらすぐ返す。パンチのブロックも硬いですね。はい、ただベイノワさん、攻撃は先に小川が出してますよね。そうですね、先に小川選手が出してですね、うん、やっぱインローが、はい、蹴られるとちょっとなかなかパンチも打ちづらくなってきますね。ちょっと宮城さん、はい、出数に差が出てきましたか。そうですね、まだ小川選手パンチまでつなげたいですね、はい、せっかく下嫌がってるんで、うん、本当に音がすごい。あのインローやですね、あれちょっと対処したいですよね。そうですよね、もう止まらない。あ、今度ハイキック、かなりカズマさん内訳も出てきましたよね、はい、小川。そうですね、まあでもこのラウンドもまだまだ削っていいと思いますけどね、僕は。そうですか、はい、聞いてるんで3ラウンドで生きてくるんで。あ、ボディ打ってきました、ケンタ。真っ赤っすよ、真っ赤、左前足。そうですよね、もらったらすぐに返します、ケンタ。ケンタ選手はいつもより踏み込めてないですね、多分インドーが。あー、もうとにかくこのローキックがね止まらないよ。右ストレート出してきますが、ボディからちょっとまだ踏み込みが宮城さん足らないですかね。そうですね、でも今良かったですよ、今の場面は。ガードを下げているケンタ、距離を詰めたい、距離を詰めて、まあ、もらってると良くないですね、はい、カットするかすかすか、はい、まあ、返したいですね。そうですね、返すか。ちょっとベイノさん、まともにもらいすぎですか。もらいっぱなしはやっぱりそうですね、展開がなくなっちゃうんで、はい、誰か返すでもいいですよ、防御ができなくても返すでもいいんで、何かないと。これちょっとカズマさん、はい、カットなしでそのままもらってるケースも結構ありますからね。そうですね、相当今痛いと思いますね、はい、力入ってないと思いますよ。ここでコング第1ラウンドが終了。いやー、男臭い、男臭いですね。なんか小川選手はなんか一人でマススパーリングやってるみたいです。あー、はい、どうするペチペチ蹴って、はい、あれが効いてくっすよね、あれ、はい、前足蹴られるのが。なんというかもうど根性の戦いになってまいりました。こうなるともうベイノワさん我慢比べですよね。我慢比べですね、まあ、ちょっと小川選手がやっぱりローの印象でリードしてるかなって感じもあるんですけど、はい、まあ、やっぱり泣いてもらってもあと1ラウンドですから、そうですよ、ね、ケンタ選手も出てくると思いますし、ね、このラウンドでちょっとまだ展開がらっと変わりそうな気もしますね。カズマさん、ケンタとしてはどうすればいいですか、次のラウンド。いや、いいパンチ入ってたんで、もっともっともう我慢するなら行くべきだし、カットしてしっかりミドル蹴り返すならっていうはっきりした戦い方してほしいですね。ちょっとまだはっきりしない部分がありますか。ちょっと迷いがあるのと、やっぱ足のダメージがあるんで、いいパンチ当たってるんで、はい、ちょっと思いっきり行くっていいと思いますね、はい、さあそれでは最後のラウンドです。第3ラウンドが始まりました。いやー、未だかつてない本当に男臭い戦いです。非常に2人のスタイルが噛み合っている似た者同士です。白いトランクスの小川翔、そして黄色いトランクスがケンタです。ケンタ右振ってくる、パンチで出てくるんじゃないですか。そうそう、ケンタ選手吹っ切りましたね、右左。このラウンドはパンチで仕掛けてくる、膝我慢してパンチで倒すという作戦でしょうね、これは。なので小川選手ブロック硬いですからね、はい、いいと思います。打ってこい打ってこいとアピールするケンタ。ケンタが挑発します。いや、もうこれはケンタも行く気です。ちょっと違う男のゾーン入ってきましたよ。そうですね、いや、男対男のキックボクシング。小川選手ブレないですね。そうですね、徹底してますね、徹底しています。小川迷いがありません。ハイキック空振り。さあ時間が過ぎていきますから、宮城さん、
とにかく健太はもっともっと行きたいんですよね。そうですね、もうこのまま続けた方がいいですよ。はい、はい、距離を縮めたい。踏ん張り効かないですよ、あれ。あったもらってて打ってますからね、前で近い距離、とにかく距離を縮めてパンチを当てたい健太。小川のパンチ、ボディ打ってきた。パンチも強いんですよね。いや、本当に硬そう、ハンマーのようなパンチです。もうなんか加藤さん、金槌で殴ってるような感じですよね。そうなんですよね、やっぱ体幹が強いんで、ぶれないし、プレッシャー強いまま、そのままパンチ打ってくるんで、極真の試合みたいな。ですね、そうだね、極真ですよ、これ。いや、もうベイノワさんと同じ世界といいますかね。素手で下段を蹴ってますよ、はい、ボボに。いや、そして前に出続けます。前に出続けてますね。小川、なんという精神でしょうか。何やっても関係ないですね、もう。でも、ケンタ選手出してないですからね、表情に。もう相手が何やろうと関係ないんですよね。もう、宮城さん、はい、気持ちも体も両方、小川ぶれないですよね。そうですね、はい。出てきます。ケンタ選手のこの打たれ強さもですよ。そうですね。こんだけ打たれて。コントでパンチ打ってますからね。これ立ってるのも信じられませんよね。信じられないですよ。足左足死んでますね。はい、死んでますよ。いや、またもらいました、ケンタ。残りがもう、さあ30秒切ろうとしています。足を止めて打ち合うか。まだ打つ、はい、まだ打ち続ける。膝、ケンタ、あ、ボディーブロー、小川、2人ともかなり消耗が見られますが、出続ける。小川初志貫徹、まだローキックを切り続ける。ちょっとほら、分かんない。どうだどうだ、出続けます。前に出続ける小川、ケンタもパンチを当てたい。あー、ボディー、フック。残り時間10秒。男と戦い、男と男の殴り合い、このまま決着となるのか。最後までこの戦いを。すごい勝負は判定。すごかったですね。いやー、男臭い。男臭いっすね、まあ、いやー、すごい。なんというか、宮城さん、はい、すごい肉弾戦でしたね。いやー、小川選手はでも徹底しましたね、はい、やっぱ今皆さんすごいスキルがある選手がいっぱい多いんで、はい、いろんなことをやりながら選手が多いんですけど、まあんぐらい小川選手みたいに一つのことを徹底すると嫌になりますよね、うん、戦ってる相手としては。なるほど、はい、いやー、カズマさん、なんかもう精神論といいますか。そうですね、昔のクラッシュ時代を思い出しちゃいましたね、ローキック。痛かったなっていう。今痛みがね、頭よぎりますか。30対29、赤小川。まずは小川。ジャッジ秋谷、30対29、赤小川。小川勝ちました。ジャッジ小川、30対29、赤小川。以上、3対0の判定をもちまして、勝者、ジャッジは3対0のフルマーク、3名のジャッジはいずれも30対29をつけました、小川翔の勝利。いや、ベイノワさん、ポイントだけ見ると、本当にね、僅差ですよね。そうですね、まあ、本当に気持ちと気持ちのぶつかり合いそのものでしたからね、はあ、ど根性の戦いを見せていただきました。ランキングは、まあ、上位の小川です。ランキング5位の小川が8位の健太を下したという形になりました。宮城さん、はい、ライト級とは思えないような重たい戦いでしたね。そうですね、でもやっぱり蹴りはあれですね、ジャッジしにくいんですかね、うん、1点しか差ないんだっていうのがちょっと思いましたね。あ、いいサーン取ってもよかったかなって思いましたけど、小川選手は。なるほど、はい、思いのほか差がつかなかったというところですね、はい、敗れた健太、これで連勝が止まってしまいました。連勝が4でストップ、引き上げていきます。いや、しかし健太も最後まであれだけローキックもらってよく立っていました。タフマッチを制したのはリング上、小川翔でした。